おはようございます。リキュです。今日はゴールデンウィーク中に行きたいことやりたいことについてお話しします。まず、行きたいところとしては、ケイト屋さんにやっぱり行きたくて、時崎 R さん と中野にある強瀬さんっていう、この前教えていただいたお店があるんですけど、そちらに行ってみたいなと思っています。まあ、本当に実際行けるかどうかはちょっと別として、まあ、行きたいなと思ってる場所です。あとはまっちゃんとよくあの YouTube でそのご飯とかを食べる動画とかを見るんですけど、自分たちも焼肉行きたいなっていう話をしてて、新宿にある焼肉屋さんの食べ放題の焼肉屋さんがあるんですけど、そこに一回行ってみたいなっていうお話をしています。他にはこの前の動画でもあのお見せしたんですけど、ウールがたくさん来たので、ゴールデンウィーク中は、たくさん糸紡ぎをしたいなと考えてます。他にも今やってる2つの編み物のプロジェクト、マタギカーディガンと、もう一つ自分でデザインしてるセーターにも、編み物も進めたいなと思ってます。はい。ゴールデンウィークはあとは、まあ、その編み物関係はそんな感じで、あとは、大好きな、香港映画のショーブラザーズの映画、をみんなで見ようっていうのとかも、企画とかもちょっと考えてますので、まあ、そっちの映画関係でも楽しみたいなと思ってます。はい、こんな感じで、ゴールデンウィーク楽しく過ごせたらいいなと今からワクワクしています。じゃあ今回はこの辺にします。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。